どうも皆さん、こんにちは、ケンです。お知らせがあります。2020年の7月から私モロケン日本一周します。まあね、もう3周目なんで別にもう大したことないんですけど、今回紹介するこのテントなんですけども、僕が日本一周に持っていくテントを今回紹介したいと思います。今回紹介するこのテントのすごいところは、まあ、2人が寝れるほど大きなテントなんですけども、まあ、僕ベースで約90秒で組み立てることができます。テントに使われている生地はリップストップナイロンというやつで、パラシュートに使われている生地と同じ生地でできています。にもかかわらず重量が 2.27kg と、軽く中の字の大きさは 41cm×直径が 15cm と結構小さくなります。コンパクトで設営が簡単で丈夫なので、長期の旅に向いているテントだなと思ったんで、今回はこれを選びました。ということで今からこのテントを紹介していくんですけど、まずはこのテントの特徴をさらっと紹介したいと思います。フェザーストーンは最近日本に入ってきたばかりのメーカーですが、アメリカの UMLY というテント比較サイトではバックパックテントとして2位を獲得。ちなみに1位はソロ用テントでしたが、フェザーストーンは2人用テントです。またトラベリング&フードというメディアによる2020年版自立式テントベスト10にも選ばれており、最高評価を得ています。僕は毎回テント動画を作るとき、一応販売元に連絡をして動画にするからクーポンコードくださいと連絡しているんですけれども、今回販売元のスカイウォークさんから 5% オフのクーポンコードをいただいたので概要欄に貼っておきます。このテントの特徴は、1、2人が寝れるテントですが、テント本体の重さは 2.27kg と軽量であること。2、収納時の大きさはテントやポールなど全て含めた上で横 41cm、直径 15cm ととても小さいこと。3、Y 字ポールにより組み立てが簡単で早いということ。4、生地が丈夫だから破れや引き裂きに強いということ。5、コンパクトなテントですが天井のポールのおかげで空間を広く使えるということ。6、通気口が直線上に2つあること。7、インナーテントはフルメッシュなので結露が起こりにくいということ。8、入り口が前後どちらにもあるということ。9、専用のグランドシートが無料で付属しているということ。10、自立式のテントなので芝生の上だけでなくコンクリートの上などどこでも設置できることです。早速袋から出して詳しく見ていきましょう。付属品はアルミニウム合金のポールが1つ、アルミ合金ペグが12本とロープが4本です。ポールもペグも航空機に使われている軽くて丈夫なアルミ合金でできています。ペグは V 字型のものが付属しており、通常のものよりも抜きにくい構造です。早速フェザーストーンのテントを組み立てていきます。ポールが Y 型になっているテントは5個持っていますが、設営はとても簡単でどんなに初心者でも5分を超えることはないと思います。今回は初めての設営でしたが、この状態にまで90秒で組み立てることができました。組み立て方は、1、インナーテントを広げます。2、ポールを組み立てます。3、ポールの先っちょ4箇所をテントに差し込みます。4、テントをポールに引っ掛けます。これで完成です。フライシートはバックルで固定するだけなので簡単に設置できます。必要に応じてペグダウンしたりロープで固定してください。このテントは必ずしもペグを必要としない自立式のテントです。つまり芝生や土の上だけでなく駐車場や屋根の下などどこにでも設置することができます。荷物を少なく軽くしたい旅人にはもってこいのテントだと思います。ペグダウンできる場所は赤い丸の8箇所、ロープを張れる場所は青い丸の4箇所です。ということでフェザーストーンのテントの外見を詳しく見ていきましょう。テントの左右2箇所に換気用のベンチレーションがついています。直線上に設置されているので風の通り道ができ結露を起こしにくくします。このフェザーストーンのテントはベンチレーションの下のこの部分にもペグダウンできる箇所があります。ここをペグダウンすることによってフライシートとインナーテントに隙間ができ通気性が格段に良くなります。また結露が発生した時もフライシートの内側の水滴がインナーテントと触れ合うことがないので、インナーテント内部は常に乾いた状態を保つことができます。ここにペグダウンできるテントはとても珍しく気に入っているポイントの一つです。早速ですが扉を開けてみましょう。扉は観音開きになっており、開けてくるくる巻きにして左右に固定することができます。扉は前後2箇所同じものがあるので、周りの状況によって出入り口を変えることができるのはとてもいいポイントです。扉内部にはこのぐらいのスペースができます。ここに靴や荷物を置くことができるので室内に置く必要はありません。インナーテントの扉を開けてみましょう。インナーテントの扉はスライムのような形をしており、開けて左上の部分で固定することができます。インナーテントはマイクロメッシュでできており、かなり目の細かい網戸になっています。蚊だけでなく
ダニやブヨなども入ってこれないほど細かな目です。インナーテントの扉を前後とも開けるとこのようになります。ということでフェザーストーンのテントの中を見てみましょう。上部にはライトをかける輪っかがついています。角にはメッシュのポケットがあります。無駄なものは何もなくシンプルな室内です。天井にある横の小さなポールのおかげで室内空間はかなり広く感じます。2人用のテントなので僕が寝てみてもこのように人間1人分のスペースが丸々空いています。靴や調理器具などは前室に置いておき、貴重品だけを自分の隣に置いておけば1人で使う場合はかなり広々として使える室内です。フライシートを外してみましょう。するとこのように開放感は抜群のテントになります。写真の撮り方によってはかなり映える写真になります。フライシートがない状態であればプライバシーがなくなってしまいますが、通気性は抜群です。これからの季節のキャンプやそれこそ夏の日本一周という旅には向いているテントではないでしょうか。このフェザーストーンのテントには専用のグランドシートが無料で付属しています。広げて床に敷いてポールで固定してあげればこのようにぴったりはまります。これにより床からの浸水はほぼありえなくなりますし、毎日設営撤収を行う日本一周などの長期の旅や岩場などゴツゴツした場所で設営する場合のテントの床を守る役割も果たすので長く使えるテントだと思います。またグランドシートとポールで設営しフライシートをかぶせてあげればこのようにビーチでの日よけ的な使い方もできるので、あると何かと便利なグランドシートです。テントの各部の大きさは70cm、105cm、90cm、210cm、125cm、210cm、105cm です。耐水圧についてです。現在縫い目の部分に水をかけています。かなり水を弾いているのがわかるでしょうか。 PU コーティングにより高い撥水性を持っています。縫い目には防水の CM テープ加工が施されており、縫い目から水が入ってこないようになっています。日本のメーカーでも床の角の接合部分には CM テープが貼られていないテントが多くありますが、こちらのテントは四隅もテープで加工されています。耐水圧はフライシート、床ともに 3000mm となっており、付属のグランドシートと相まってかなり高い耐水圧となっています。こういうところでいかがだったでしょうか。フェザーストーンのテントの紹介でした。ってことですね、フリートークなんですけれども、まあ今回、7月から日本一周するということでこのテントと一緒に日本一周したいと思います。このテントを選んだ理由がいくつかあるんですけど、まあ、今回日本一周するのが真夏なんで、まあ、フルメッシュを選びました。でね、僕皆さんにめちゃくちゃちょっと強調して言いたいのがあるんですけど、これねドアが前後2つっていうか、こう左右対称っていうか前後対称っていうか一緒なんですよ。こっちの僕が座ってる方も同じデザインだし、こっち側も同じ形をしているんで、あの入り口が同じ入り口が前後2つにあるんですよね。それがなぜいいのかというと、皆さんこの画像をご覧ください。これですね、今まで僕が紹介してきたネイチャーハイクのテントなんですけど、まあね、価格も安くて、めちゃくちゃ小さくて軽くてめっちゃおすすめのテントなんですけど、唯一の欠点が扉が正面にしかないってことなんですよ。僕ですね、それがね、マジでちょっと嫌じゃないけどレイチャーハイクのテントの唯一の弱点で、まあ皆さんにお見せしているこのタイムラプス映像なんですけど、入り口が正面にしかないテントを入れて撮影しているじゃないですかね。今皆さんが見ている映像は僕の後ろ側に星空があるんですよね。なんで僕は本当は入り口を逆にしたかったんですよ。前後逆にしたかったけど、写真的に映像的に映像の美しさ的になんかテントの入り口がない、テントの背中を、タイムラプスに入れて撮るとなんかちょっとダサくなっちゃうんですよね。なんでタイムラプスを撮るためにわざわざそのテントの正面を星空がない方向に向けて映像を撮るためにテントの向きを変えたんですよ。言いたいことわかるかな。わざわざテントの背中をさ写真で撮らないじゃないですか。インスタとか載せないじゃないですかね。なんでテントの正面を向けて自分が入って星空が入ってっていう風な写真を撮りたかったんですよ。一箇所しかない入り口を正面に向けて、まあ、四国カルストでね撮ったんですけど、正直言うと星空を見ながら寝たかったです僕は。けど映像的に仕方がないなと思ってそういう風なやり方をしました。けどこれ見てください。見えとんかな。後ろにもですね同じ扉があるんで、そういったことを気にしなくていいんですよ。これねマジで僕からすると結構いい、めちゃくちゃいい点で、やっぱり前後に扉があるっていうのは選択の幅が広がるんですよね。例えばさ入り口が1個しかなくてね、先にキャンプ場に来てたけどなんかいきなりもう目の前になんか大勢のキャンパーが来たとってなったら、入り口1箇所しかなかったら、ね、ずっと目合っちゃうじゃないですか。
でそういう時にやっぱりね、こちら側にも入り口があったらこちらから出ることもできますし、入り口が2つあるっていうのはもうものすごくプラスなポイントだと思います。またネイチャーハイクのテントの比較にもなるんですけど、ネイチャーハイクの方はですね結構狭くて、もうほんと人間一人しか寝れない、ようなテントなんですけど、これねめちゃくちゃ大きいんですよ。自分と荷物を置いて一緒に寝れるんで、まあ、ヘルメットとかね、自転車の場合はなんかこう貴重品とかねいうのをテントの中に入れて寝ることができるんで、まあ、そういったところも安心かなと思います。ただやっぱり、大人2人が寝れるほど大きなテントなので、重量が 2.27kg、 ペグとか抜いて 2.27kg なので、まあ、ネイチャーハイクの一人用テント、超ウルトラライトなあのテントとかに比べると、まあ、倍ぐらいの重さにはなるんですけど、まあ、自転車の方はその1キロプラスっていうのはちょっと重く感じるかもしれないんですけど、まあ、僕みたいにバイクで旅する方は1キロぐらい多くなってもさほど問題じゃないと思うんで、今回はこのテントを選びました。はい、こんな感じで片方の扉をこうやって閉めれば全室ができるんですよね。なんでここにこうやってテーブルというか、まあ、キッチン用品を置けば雨が降っても1人分の調理ぐらいだったら全然できますし、ここにね僕ブーツを置いてるんですけど、全室はもちろん後ろ側にもあるんで、これ邪魔やったら後ろ側に置くこともできるんで、まあ重量はね倍になりますけど、まあ、収納スペースっていうのは倍以上になるんじゃないかなと思います。ということで今回はヘザーストーンのテントを紹介しました。購入先は概要欄の方に貼っているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということで次の動画でお会いしましょう。ではまた。